ダヌイーロ・ロマーノビチは、流陸長の公の一人で、ボルイーニ公、ハールイチ公、キエフ大公、ハールイチ・ボルイーニ大公であり、初の全ーシの王でもあった。ルーシ年代記においては、ソロモンに次ぐ人として歌われている。ハールイチという町から、ハールイチ・ボルイーニ大公国を治めていたことにちなんで、ハールイチのダヌイーロとも呼ばれている。 初代ハールイチボルイーニ大公ロマンムスティスラービチと東ローマ帝国の貴族の娘アンナの間に着難として生まれた。1205年、父の戦死に伴って5歳で家督を継いだが、1206年にハールイチ公国の貴族たちの陰謀によってハールイチ公国を失い、ボルイーニ公国のみを支配するようになった。1211年から1212年の間に、 ダヌイイロは再びハールイチ公国に足を据えたが、貴族の反発のせいでまたもや、ハールイチから追い出された。1229年までに、ダヌイイロは、父の死後に諸公国に分裂したボルイーニ公国を統一し、ハールイチボルイーニ大公国の再建するための足がかりを作った。1223年、彼は南方のルーシの金立ち及びクマン人と共に、 モンゴル帝国と敵対し、カルカカ藩の戦いに参加して敗れたが、1237年に、ボルイーニ公国の北部を占領したドイツ騎士団を撤退させた。1238年、ダヌイーロは、ハンガリー王国とハールイチ公国の貴族の野党を任せ、ハールイチを奪い返した。その際、父が築いたハールイチ・ボルイーニ大公国を再建して、ハールイチ公国に座を据えながら、 弟のバスイーリコに、ボルイーニ公国の支配を任せた。1230年代末までに、彼はルーシを統一する計画を立て、東方にあったトゥローブピンスク公国とキエフ大公国を、領内に加え、キエフ大公となった。1240年に、モンゴル人は、キエフ大公国を滅亡させ、ダヌイーロの領地を荒らした。それに乗じた国内外の反ダヌイーロ勢力が、 立ち上がり、ハール1ボルイーに対抗国を分裂させようとした。しかし1245年、ヤロスラブの戦いにおいて、ダヌイーロの軍勢は、ハンガリー・ポーランドハール1公国の連合軍に大勝利し、国内で、自らの政権を安定させ、ヨーロッパ諸国に力を見せつけた。一方で、都市、リビュート・ヘウムの建設も進めた。1246年、 モンゴル帝国のジョチウルスはダヌイーロの大公国を従属させたがダヌイーロは独立を取り戻すためにヨーロッパ諸国に軍事支援を求めた。彼はハンガリー・ポーランド・オーストリア・ボヘミア・ドイツ騎士団と同盟を結び1253年にさらにローマ教皇・インノケンテウス4世から王の冠を受け1256年に幕が死去すると独立を宣言し バットの部下であるクレムサが率いるモンゴル政権と戦う道を選んだ。しかし、教皇は反モンゴル十字軍を呼びかけたにもかかわらず、王子国王や大公などいなかったので、ダヌイーロは自らの力で戦わざるを得なかった。ダヌイーロは最初はいくつかの勝利を収めたが、1259年に、ノガイとブルンダイ率いるモンゴル軍に降伏した。1260年に再び、 女中留守の支配から離脱し、小規模の合戦を繰り返しながら、1264年に病死した。1218年、ノブゴロド公、ムスチスラフ・ムスチスラビチの娘アンナと結婚、8人の子を設けた。ありがとうございます。